沢断食クリニックの代表インストラクターであります通さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらこそ。断食の良さってすごくよく分かっているんですけども、何も知らずにやると危険だったりもすると思うんですが、うん、どういう指導をされておられるんでしょうか。まあ、天沢断食クリニックっていうのは2大メソッドっていう形でやらせてもらってます。はい、一つはどこでもやってる断食をやるっていう、はいはい、でもう一つはね、瞑想っていう音源を用意してるんで、それを聞いてもらうっていう、はい、精神とか心のリセットをするっていう一つと、はい、もう一つは本当に感謝をするっていう意味と、今ここに集中させる、目の前のことがスルーして何か違うことを考えてたらもううまいこといかない、そうですね、でそういう意味で今ここっていうことにも集中させるっていう、うん、これが瞑想。なるほど。でさらには毎日5つのルーティンやってもらいますよ、はい、まず7000歩以上のウォーキング、一気に歩くか、それとも朝昼晩に分けるか、うん、もうこの時期暑いじゃないですか。暑いですね。逆にあの一気に歩かんとってねって言って、なるほど。であとはストレッチで自重トレーニング、自重トレーニングというのは自分の体を使ったトレーニングをする。断食すると痩せるじゃないですか。あ、痩せますね。筋肉なくなるじゃないですか、はい、そうですね。ほんなら体温下がるんですよ。あ、確かに。体温下がるイコール病気の原因になるんです。簡単に言うとそんな感じ。中身としたら1日から月末の30日間、はい、でその中で断食、いわゆる固形物を口に入れないっていうのが最低10日やってください。これ連続じゃなくてもいい、5日を2回とか、うん、533とか、うん、イヤリングさせてもらってどうしようかっていうのを決めてます。なるほど。僕が知ってるその断食ってね、固形物取らない代わりにこうドリンクを飲んだりとかするんですけど、はいはい、そういったのは使われるんですか。うん、うちはね、あの天グループっていう、はい、天液、これ生姜をベースにした液体になってる、はい、まあ、これを飲んでもらいます、はい、これを1本飲むとだいたい体温が1度上がる。おー、すごいですね。うん、でもう一つ波動水っていう微生物が1000以上入ってる。で人間の成り立ち、地球の成り立ちも全てそうやけど微生物から始まったっていう、はい、飲むことで病気の悪いところをやっつけてくれる。お、これが2つ、酵素ドリンクの代わりに使ってもらってるっていう。使い分けというかそういうところって、使い分けっていうのは、はい、まあ、波動水は僕らお酒飲みなんで、はい、二日酔い、うわーなりそうやな思ったら、はいはい、波動水で、ね、2リットル以上飲んでくださいって希釈してこまめに水分補給してねっていう。なるほど。で天液は体の、うん、体温を上げるっていうのと、うん、体温上がることで病気が逃げていく。でこうやって偉そうに言ってるけど、はい、ほとんどの方がやっぱり1本飲んだ時には最低でも 0.6 度上がってる。あ、すごいですね。転液だけじゃないし、なんで運動してもらうかっていう、はい、基礎代謝っていう、はい、あれが我々若い時って2000ぐらいあったのが今1400しかない。同じもの食べてても太ってきたわ、うん、あ、そうですね。特に女性50歳前後で1200、300あるかな、うん、基礎代謝、うん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 、でそれを最低でも維持する、うん、もしくはもっともっと基礎代謝を上げるっていう。で運動センターがね、やっぱり、あ、イメージ的に言うと食べないから元気出えへんみたいな感じで思われる方がいると思うんですけども、全然逆なんですよね。逆です。でもこうやって偉そうに言ってる自分自身も、はい、食べることが一番好きやから何をするにしても結局全てがそうやねんけども、うん、自分の常識で考えてたら全部できない、うん、常識の外にすごいチャンスがあったり、うん、いろんなものがあるっていう。そうですよね。でそこで初めてね、うん、じゃああと今度できるのかどうかっていうところ。そうですよね、はい、だからそのためのインストラクターいてるんですよ。一人でやってしまうともう死に至る可能性もある。やっぱり危険なところもありますよね。あります、あります、うん、僕はもう実際やっぱりインストラクターを追ってくれたからできたみたいな、うん、でこれがだんだん自分でできるようになってくるんですよ、はいはい、だから一度はやっぱりちゃんとした形での断食道場みたいな、はい、でうちは道場じゃなしに全てオンラインでしてます、はい、どこどこに来てください、どこどこに集まってください、全くなし。なるほど。個人個人とオンラインで何かこう面談みたいなしながらやっていくっていう感じですか。毎日の LINE サポートをしてます。でそこで質疑応答を受けてます。ははは。おでもう一つ10日に1回ぐらい Zoom オンラインセミナーっていう、うん、断食とはどういうことか、うん、さらには瞑想本当に必要なのか、うんうん、断食することでこういったご褒美がありますよっていう、世間でいうオートファジーっていう、はいはいはい、みんな知ってるけど中身何ですかみたいな。そうですね。あとケトン体とかね。ああ、そうですね。まあ、そういったことを教える。なるほど。知識がないと何でやってるかがわからないですもんね。知らず知らずのうちに、はい、たくさんいてるじゃないですか、はい、でそういった方が急にやっぱり調子悪くなって、うん、病院行った時に余命宣告1ヶ月っていうね、多いですね。もうそういうのをやっぱり解毒していかなあかんよねっていう意味合いで、はいはい、方々何回打ちました、3回打ちました言ったら、はい、5日間を1ヶ月の間に3回断食してもらう、うん、でそれで毒が抜けるみたいな。打たれた方もぜひやっていただけたらなと思います、ね、もうぜひぜひもう参加してほしいなと思ってます。どんな方でも別にっていうのはありますか。僕が思うのは、はい、こんな方ってないんですよ、はい、断食の目的って、はい、体のリセット、解毒する、デトックス、はい、で内臓を休ませる、うん、体のパフォーマンスを呼び戻すっていう、病気やから
やりましょうじゃないと、うん、添加物にしても何にしても美味しいものほどやっぱりそういったものたくさん入っててね、はい、年間4キロ毒が体の中入るって言われてますよね、うん、僕は断食実はずっと推してるんです。やっぱり皆さんハードルがあるんですよ、すごく食べないということに対して。でやっぱり自分一人でってなかなかこう難しいと思うので、やっぱり指導者ついていただけるっていうのはね、安心感もあると思います。ですよね、はい、やっぱり自分自身が知識で入ってどうしようか思った時にはやっぱり断食道場行ってましたもん。一般のその断食しない方がいいよっていう方おられます？できない人もいてないし、やった方がいいし、もう本当余命宣告1ヶ月って言われる人だけぐらいかな、はい、もう余命宣告1ヶ月って言われた人は、はいはい、10グループのトップ、はい、彼に極秘プロジェクトっていうのを1回相談してっていう形でつなげます、はい、直接お話聞いた上で他の方向が良かったりすることもあるみたいな、はい、断食やった方は皆さんかなり頭もすっきりしますし、体も本当に軽くなるし、絶対やった方がいいと思うんですけどね。今日僕断食日なんですよ。ああ、そうそう。で1日でもいいと思うね、うん、これを30日間やった後でね、はい、毎月どっかで定期的に体の毒を抜く、内臓を休ませる、リセット、体のリセットをせなあかんねん。確かに目的がいろいろあると思う。やっぱりヒアリングせんと分からへんんですよ。そうですよね、みんな一緒じゃないから。確かによくあるご質問で、食べないと血糖値が下がっちゃうみたいな、そのあたりどうですか？精製された塩じゃなしに、はい、天然の塩、ミネラル分が入ってある塩をちょっと舐めるとかね、うん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 、でキャンディーちょっと舐めたらもうそういうの全部収まります。お、精製されたら、はい、薬ですよね。あ、そうですよね、化学物質ですもんね。そうなんです、はい、DNA 系になってたんですけど、できひんかった理由の一つがマッサージの仕事をしてるんで、何にも食べてないっていうときついかなって思ったんですよ、うんうんうん、それが意外と逆にパフォーマンスが上がった。わかります、わかります、なんかそうですよね。ただ一回その断食の途中に施術入ってたらちょっと手震え出したんですよ。あ、これ言われてた低血糖かなって思ったんで、ポケットにその低血糖キャンディーを入れてたんで、それはちょっと舐めてたらもうすぐに収まりました。え、飴でこれすごいなと思って。日本人って3食食べないといけないとか、朝食食べないといけない、そうですよね、刷り込まれてますからね。だから食べへんかったら元気出えへんみたいな感じじゃないですか、実際。痩せてんだん、できしてんのとかすっごい言われます。解毒やから、うん、断食イコール世間の人はもう痩せるためと思ってるよね。ああ、イメージそうですよね。目的はそこ違うからっていう、それを分かっていただいてね。そうですね、参加してもらうと僕は嬉しいなと思ってるし、食のありがたさっていうのも分かるし、ね、で五感が研ぎ澄まされる、いわゆる味覚、収穫、まあ、頭がすっきりするっていう部分も含めて、うん、そのものの味本来が分かるっていう。ああ、そうですね。僕が断食初めてした時に揚げに味噌汁飲んだ時、はい、嫁さんに怒った。こんなしょっぱいのお前飲めるかみたいな、塩か味噌か入れすぎたんちゃうかって言った。何言ってんの、あんたいつものと一緒やでって。あ、そんだけ普段舌がバカになってたんやな。そうですよね。でそういうのも、うん、でいいことだらけやもん、ほんまに。そうですね、うん、ちなみにあのよくあるスッキリ大根っていうか、こう梅流しっていう梅干しと大根と煮て食べるっていう、腸内掃除、いわゆる宿便を出すっていう、はいはい、腸が汚れてたら万病のもとって言われてるぐらいから、断食5日間、はい、6日目の朝一番に梅流し食べるっていう、はい、まあ、そんだけ毒されてんねんな。そうですね、体な。自分で本当に窮地に立たされた時は救いの手、断食やでっていうことを言いたい。そうですね、うん、だから金額的にもやっぱり安い金額じゃないと思う、うん、1ヶ月間ね。けどね、人生長い目で見たら食費も減るし、はい、いわゆる病院に行って薬もらって、はい、そんなこと考えたり、施設に入れられてまた金かかるし、うん、そう考えたら僕はまあ1回だけその金額かかるけども、うん、安いもんやなと思ってる。そうですね、うん、身につけてしまえばあとは自分でできるわけですから、まあ最初のこの30日間は、まあ、訓練を受けてほしいです、うん、これを受けようと思う検査と腸内検査というのもなくされてるという、電子検査することで自分の弱点を知ることで、こういうふうな形で食事してください、こういう形で運動してください、6箇所調べるのは、炭水化物を取ると太りやすいタイプです、うん、脂質を取ると太りやすいです、うん、タンパク質を取りなさすぎて運動なんぼしても筋肉できませんよ、こういうことが分かるんですよ。なるほど。これ持って生まれて死ぬまで一緒やから、なるほど、赤ちゃんの時刺したらいいと思うね。そうですね、うん、特に子供が運動したいって言った時に、うん、サッカーがいいのか短距離がいいのかとか、あるじゃないですか、そういうこともなんかこうできる検査。面白いですね、はい、気になるのは断食検査で、腸内検査っていうのは便の形、うん、柔らかい硬いスッとバナナ状のうんこ、はい、これが一番いいっていう。やっぱそうですよね。断食とディエットをどういうふうにさせていただいたらよかったですか？天沢断食クリニックのインスタがあるんで、はい、そこに、繋がってもらって、はい、そこからヒアリングさせてもらうっていう。
インスタと公式 LINE、はい、点座のあるんで、はい、両方からでいい両方からで両方ともじゃあ貼らせていただきます、はい、ありがとうございます、はい、お願いします。ポンちゃんサバイバーミュージシャン浅井信也は自力でポンちゃんを克服するための情報を配信しております。 YouTube 以外にも Instagram、X、TikTok などで配信をしておりますのでぜひチェックしてください。また重要な情報は公式 LINE の方からお送りしておりますので公式 LINE の方に友達追加もよろしくお願いします。ニコニコ動画もやっております。ニコニコ動画は YouTube ではバンされてしまうような内容の動画をお送りしてますのでぜひそちらも見ていただけたら知識が深まると思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。